裏切られても嘘つかれてもほっとかれても、あ、どうも、飲む食う寝る大西ゆじこんです。はい、すっかりね暑くなってまいりました。今日もランチングチョキパッ。はい、松本から安住の三里方面に走っております。ということで今日は安住の市豊科にありますこちらかかしさんにお邪魔したいなと思います。おしゃれな開封のラーメン屋さんですね。行ってみましょう。塩チャーシューに、はい、味玉トッピング、はい、餃子3個とハンライスのセット、はい、以上です。よろしいですか、はい、塩チャーシュー、味玉トッピング、餃子3個、ハンライスのセットですね。
大石さんは松本在住なんですか。そうです、あずさばです。間違いない。ごちそうさまでした。美味しかったです。すいません。ありがとうございます。はいはい。どうぞ。ここでしますか。はい、ということでございまして、本日は安曇野市豊科南部公園すぐそばにありますラーメン&カフェ、おかしさんにお邪魔いたしました。いやー、美味しいラーメンでしたね。塩ラーメンが自慢ということなんですけれども、もうね、あっさりなんだけど、めちゃくちゃコクがあって、でもって出汁が効いてて、で、また麺が美味しい。もう、麦の香る、ツルツルプルプルの麺でございました。で、何より、めちゃくちゃ皆さん、スタッフの皆さん、はじめオーナーさん、いい方、もういつも動画見て、いますっていう風に言っていただきましてね、いや嬉しい限りでございます。ぜひ皆さん行ってみてください。はい、今日も満腹ギローでかかし、たとえ勝てはしないゲームでもどうにかなるの、過ぎてゆく季節の中、すする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 、このかかしのラーメン。